新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。わーい。どうですか、正月ってなんかアメリカの人って特別なものとか食べたりするんですか？特別なものは、まあ、食べ物じゃなくてティンシャンペインですよ。シャンペイン。はい、この日たくさん飲みますよ。普段から飲んでるじゃない。はい、わかりました。じゃあちょっとね、改めて世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の食と食にまつわるトークショーを普段やってるんですが、今回はですね、新年一発目ということでですね、2人のビッグゲストに来てもらっております。誰？ジョニーさん。はい。残念ながら役所さんじゃないですよ。あー、ナマスケさん、はい、ごめんね。あの、おとといの夜、あの、いい夢あってた。お、なになになに、どうしちゃったの？はい、私と役所広司一緒に映画出てた。あ、そう。失楽園。おお、すごい。おお、見ましたよ。シドニーさんが出ちゃってたんだ。はい、出てた。うん、私の夢の中。二人亡くなっちゃう、死んじゃう変化じゃん、あの映画。うん、悲しい結末じゃない。はい。まあでもね、シドニーさん、ほんとすごいね。ほんとにすごいゲスト来たんで、早速。あ、誰ですか？はい。まずはですね、この番組のですね、影の広報担当と言われる水道橋博士です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、失楽園ちょうど見てるところです。見て！あ、本当ですか？で、今まさにさっきまで見てました。さっきまで見てました。もうほとんど、いや、夢の中に出てたのは僕じゃないですかね。あ、なるほど、暗示してた。絶対そうです、こんなこと起こらない。おー、すごい。こんな感じ。 Oh my god。 全然ちゃう、全然ちゃう。この番組のリツイート係としてね、世界に今発信してますから。博士のツイッターのフォロワー48万人いるんですよ。へぇー、この人がプラネットオブフードの、はいね、ツイートするでしょ、はい、宣伝、はい、博士がリツイートするからものすごい人に宣伝効果あるのよ。うん、すごいのよ。へぇー、だからどこかのタイミングで出てもらいたいけど、一応ね、主婦の番組だからね。ただ今回あの新年一発目っていうことで、はい、僕の奥さんが出るって話があったんですけどね。そう、博士の奥さんに出てもらおうと交渉してたんですけど、ええ、博士の奥さんがフランスに住んでたとかね、フランスに、はいはいはい、フランス情報を教えてもらおうと思って交渉してたんで、はいはいはい、まだ実現には至ってないんですけど、はい、うん、また今度出ますね。はい、ぜひ、はい、お願いします。はい、はいはい、でね、またね、博士が異常にね、食にうるさいんですよ。そんなことはないんですけど、なんか自分で作るようになったんでね、最近は。はいはいはい。あ、最近なんですか？そうそうそう、はいはい、この1年ですよ。じゃあその辺のね、詳しい事情もいろいろ聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、そしてもう一人、この方です。映画神様はバリにいるのモデルにもなった兄貴こと、丸尾隆俊さんです。よろしくお願いします。はい、わー、すごいな、ありがとうございます。私の椅子比べたらちょっと違います。このね、椅子、バッグ、すべて CG でできてる可能性あるんですよ。はい、バリの大富豪とか言ってるけど、本当かどうかなんて分かんないですよ。これ今、Zoom で収録してるから、はい、あのね、いかようにも嘘つけちゃうからね。という視聴者がいっぱいいると思うんで、兄貴のですね、ちょっと近所周りをね、撮影していただいたということで、ご紹介いただきましょうか。はい、ありがとうございます。行きましょう。皆さん、おはようございます。こちらは兄貴秘書のヒロと申します。今回は、兄貴の35軒目のビラ、ザ・ゴーストをご紹介させていただきたいと思います。5軒目のビラってさりげなく言ってた。 Oh my god! 入っていきたいと思います。こちらは
パブリックエリアのメインゲートになります。両側にライオンの、像が立っております。そしてもう一つゲートをこちらくぐっていきますと兄貴のいらっしゃるプライベートヴィラにつながっています。 DK1DK という番号で、 DK というのがバリ島という意味なんですけれども、バリ島1バリ島ということで、兄貴が特別に警察から、バリ島の警察の方々からいただいた番号ということで、とても珍しい番号です。あー来ましたよ。右には外がすぐ見渡せる大きなキッチンがあります。兄貴おはようございます。兄貴の座っていらっしゃるソファの目の前には、とっても大きなテレビがあります。そしてすぐ目の前にはとっても豪華な12人座れる食卓がありまして、左の奥にはさらにたくさんの方々が座れるスペースをご用意しております。大きなプールが、普通のプールは3分の1、海水が混ざってまして、普通のプールよりも、体が浮きます。で、海水が混ざってるのでお肌にもとてもいいですし、ちょっと飲んでもちょっと海水の味がして、まるでプールでなくて海で遊んでいるような気持ちになる。ということで兄貴はちゃんとバリ島にいらっしゃいます。わいや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 、びっくりですね。え、今のが35軒あるってことですか？35軒目のビラです、別荘です。じゃあ普段は34件は空いてるんですか？いや、もう関連会社の社長にね、無理くり貸し付けてます。あ、もうそういう感じな。バリ島行ったら貸してください、ぜひ。ゲストハウスのようなものがある感じなんですか？たくさんあります、たくさんあります。任せ、いつでも泊まれます。宿泊料どれぐらいかかるんですか？先輩はあれですよ、ちゃんとご招待させていただきます。本当ですか？俺本当そういうの言ってます。何受けますからね。だからなぜね、そんな兄貴のような大富豪なんか出る番組間違ってんじゃないかって若干思ってるんですけど、す、ね、間違いで、いや出ていただいて大丈夫ですか？いや、間違ってない、間違ってない、もう間違ってない。よかったです、ね、よかったです、ね、なんで豆助と知り合いになったの？友達なんです。はい、これね、昨年ですね、クラブハウスがあって、うん、あ、そう、夜中の2時3時ぐらいですかね、うんうん、兄貴のルームがやってたんで、僕が突撃してって声かけて、ここでちょっと 1,2 回はい、クラブハウスも開かせていただいて、そこからご縁で今回、なんかクラブハウス結構海外の人と結ばれること多いよね。はい、今回ね、僕の場合で言うと兄貴と、ね、こうやってご縁がつながったのは非常にありがたい限りで、うん、まあそうですね、兄貴は今 YouTube とかもやられてるそうで。僕がね、コンテンツをお話しさせていただくだけにとどめて、YouTuber がちゃんといてるんですよ。その中で兄リゾっていう、兄貴リゾートライフっていうのを紹介されたりするんですけど、はい、これはどういったものなんですか？はい、日本のね、一貫性を取り戻すっていうのがね、まあ僕の一つね、影の目標みたいなものがあるんですよ。人情をね、奪還したいなぁ思って。まあ、それでまあね、お仲間をね、ちょっと集めてっていうようなことを今、目指して頑張ってるんですけど、はい、これは DMM さんと提携させていただいて、そういうね、オンラインサロンをね、運営させていただいてます。はい、博士も YouTube やられてるそうで。いろんなチャンネルやってますよ、僕も。対談チャンネルとかもやってるんで、いずれ、ね、兄貴も出ていただいて。よろしく、よろしくどうぞ。はい、そうですよ。うん、うん、うん、ね。この場を設けた甲斐がありますよ、ちょっとね。博士も一緒の対談に。豆ちゃん、縁結びの神様です。はい。はい、ガンガン結んでいくんで、お金もないんですけど人脈だけはあるんで、はい、お願いします。はい、ということでですね、はい、今日はこの3人と一緒におしゃべりするだワーン。
回のテーマはこちらです。普段飯さらけ出しスペシャル。今回はですね、著名な2人をゲストということで、普段の飯、そのこだわりをズバリ伺いたいと思います。まずは博士、あなたの普段飯を教えてください。はい、僕の普段飯はですね、モーニングを毎朝作ります。いつもうちのママが朝お弁当を作ってるんですよ。子供が3人いるから。はいはい。で、朝いつもリビングに行くとすごくいい匂いすんなと思ってたんですよ。で、うんうん、僕は朝飯食べる習慣がなかったから、ほとんどそれは邪魔にならないように見てただけだったんだけど、はいはいはい、ある日あの食パンが日本で結構ブームになって、高級食パンが、食パンってこんなに美味しいんだと思ってたら、はいはい、バルミューダーっていうね、トースト専門の家電があるんですけど、自分が買ったのもすでに忘れてたんですけど、これで食パンを焼くと非常に美味しいっていうことに気がつき、そこからこの1年間毎日モーニングの研究をしてましたね。ヒロニーさん知ってます？バルミューダって言って、もう日本のメーカーなんですけど、うん、なんかあれ水かなんかいて、こう蒸気で焼く。そうですね、すごく少量の水を入れるハッチがあるんですけど、そこからこの上についてるあれですね、小さな、コップみたいな、この容量の水を一番上の頭のところにハッチがあって、はいはい、そこから水を入れるんですよ。そうするとトーストがものすごく柔らかく焼けるっていうのかな、周りがカリカリで中はふわふわで。いいですね。そうなの、はい、本当びっくりすると思いますよ、はい、日本の家電はすごい繊細だなと思いますよ、うんうん、高級食パンでなくてもあのバルミューダーで焼くと美味しいですね。普通の食パンでも美味しいです。すごくこう小麦の味がするっていう感じですね。これは割と白いですよね。そうなんです。それでだんだんとこんがりあのトーストがちょっと焦げ目があるのが美味しいので、そこにあーこれだ、こういうのにこだわるようになりましたね。焼き加減っていうのを小麦肌のね、トースト娘っぽい感じ、俺の中でモーニングってグラビアなんですよね。どういうことですかそれ。グラビア写真って水着の可愛い若い女の子が写ってるじゃないですか、うんうんうん、ああいう感じの自分でイメージしながら写真撮ってるんですよ、ええ、多分誰もついてきてないんですけど、こうどういうことですか具体的に言うと。一応卵焼きのところがおっぱいって感じなんですよね、自分で。だからすごいこの、うん、このテカリとか、あ、これいいですね。テカリでこの白い光沢がついてる感じが、あそこはすごい小さい水着っていうイメージなんですよ。こうやっぱ色目の美しさとかあるじゃないですか。ね、彩り豊かだなと思って、全ての赤、黄色、緑が入ってすごい鮮やかだなと思いますけど。そうそうそう、一種生け花みたいな感覚もあるんですよね。で、割とお弁当に使った残り物をいただいて彩りをつけるっていうね。ね、シドニーさんどうですか、博士の言ってるグラビア、これはグラビア写真だっつってる意味わかります？あの意味わかるびは、わかるへんですけれどもわかんないんだよ、うん、兄貴はどうですか、博士のモーニング見て。僕はね、あの大自然感じましたですよ。あのそうですか、どの辺で感じました？はい、だって緑のね、ちょうどこう真っ暗闇からちょっと緑がこうね、山々の営みがこう、ね、はいはいはい、太陽がボン上がってきてからのね、はいはいはい、ほんでなんかこうソーセージ肉焼けるみたいな。ああ、なるほどなるほど。バッキバキにこうなんか大自然の営み感じました。なるほど。わあ、これもう不思議だな。言われてみりゃなんかね、あそこにちっちゃなバリがあるんじゃないかっていう。あ、太陽戻ってきたっていう。ああ、ね、ちょっ と南国の原色っぽさっていうのはね。そう、はいはい。あるある。暖かい、はい、リゾート感ありますよ。リゾート感はありますね。うん、あるある、はい。まるでね、高級ホテルの朝食ですよ。そうですね。高級ビラの。うん、高級ビラのちょっとした。ビーフをスタイルを意識してます。食べたい、いただきたいです。うん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 。
あと博士、なんか目玉焼きの崩れる崩れないもなんかすごいこだわりがあるって聞いたんですけど。目玉焼きの崩れてる状態はやっぱ良くないですね。グラビア的に言うと、もうグラビア的に言うと、垂れちゃってますね。あ、ほっぱい垂れちゃう。表面張力が限界にある感じが好きなんです。俺的にはこれはアグネスラムって呼んでるんですけど。はいはいはい。知らない人も多い。シュリさん、アグネスラムわかる？教えてください。教えてください。うん。Oh my god。はいはい、アグネスラムですよ。もう博士の中では、あの一皿にアグネスラムが出てるわけですね。そうですそうです。トーストっぽい感じがアグネスのトーストっぽいところと、目玉焼きが、はい、あの胸のところです。Oh my god! あの胸ちょっと小さい、私比べたら。うん、あの、うん、確認はしないけど、うん、大体わかるよ。朝飯作ってて、あ、目玉焼きってすげえ美しいなって思っちゃうんだよね、毎回。だからあれが崩れるとやっぱり、あ、なんかブロックが崩れた、せっかく組み立てたものが崩れた感じです。そこでテンション上がる下がりがあるぐらいの感じですよね。あ、それありますよ。もうあのフライパンもそれ用に小さいフライパン買ってますから。もうそれ最近ってことですもんね。一人で作り始めて、兄貴自身はなんかこう食べ物に限らずですけど、まあ弦を担ぐみたいなことってありますか？やっぱりね、あの昔からね、あの日本って言ったら茶柱じゃないですか、やっぱり、うんうん、ね、茶柱なんか見たらやっぱり僕はなんかテンション上がりますよ、やっぱり。はい。兄貴でもありますか、そういうこと。います、はい、十二分に。やっぱりね、そのまあばあちゃんから僕は聞かせてもらって、茶柱立ってたらいいことあるよってね、あの聞いたもんだから、やっぱりなんか嬉しくなりますね。はい。日本人特有ですね。いや本当に、うん、はい。ね、それこそ正月だとおみくじ引いたときに、それを信じるのか信じないのかとか。あの僕ね、引かないですよ。参拝はするんですが、あのまあ深くお辞儀をしてですね、おみくじは引かないと。おみくじって時にね、がっかりが伴うじゃないですか。はいはい。ね、なんか今日とかで、ちょっと待ってくださいみたいな。もう一回飛行かな的な、うん、なんか、ね、うん、それはちょっと僕どっちからまあ避けたいもんですから、それは引かないですね。不動産とかあると、はい、特になんていうかな、風水的なことも結構、はいはい、それはあると思うんですけど、はい、バッチリバッチリ。バリ島のあのバリヒンズっていうのがあるんですけれど、バリヒンズ、はい、はい、そこにコサラコサリっていうのがあって、これはもうズバリ風水なんですね、鬼門の方角とか、あのちょうどね日本と真逆ですよ、不思議なことに。日本北半球です。バリ島南半球でちょうどね真逆になるんですよ。あのそういうことはちゃんとね、あのまあ建設うち、あの関連会社であるもんですから、そこにお願いしてね、あの自動的です。この建物も配慮されてます。はい。なんかアジアの人は風水やっぱ気にしますよね、特に。はい、完璧に気にしますね。はい。やっぱそういうの大事にされるんだな、皆さん。はい、わかりました。はい、あと、あ、博士、あれですね、味変がなんかすごい好きだっていう。味変ってすごいブームで日本中みんなやるんですけど、南生姜っていうのが一大ブームが来て、はい、さっきもね朝食に載ってましたけど、あれなんですか、パンに合うんですか、生姜、刻み生姜。何だって合いますよ。お豆腐に一番合うんですけど、とにかく刻み生姜そのものは何にでも合いますね。これ多分今日本で一番食べてる。そうですか。うん、だってありとあらゆる食べ物に入れてる。野菜にだってドレッシングになるし、トーストにこうペーストして塗ってもうまいし。生姜とパン一緒に？うん。No no 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 no。食べたことがないから言ってるだけ。あの生姜と寿司大丈夫ですよ。バツバツ。生姜とパンはバツなの。だから一回試してみてだって。うん、はい、わかりました、うん。ありがとうございます。では、はい、続いて兄貴、あなたの普段飯教えてください。これね、あの日本名南郷スープね。はい、こちらではバクサと呼ばれるものなんですけど、とっても美味しいです。はい。
おお、はい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 。おお、めっちゃ。はい、どうぞどうぞ。ああ、え、パクソっていうの。でね、あのミーパクソってこのラーメンも入ってたりするんですよ、ほら。おお、はい、おお、おいしい。ほらこれはほら、チキンとかね、ビーフのあのつみれボールみたいなもんですね、ミートボールです。うん、鶏団子っていう感じ。はいはい、鶏団子ですね。これがね、すごいあのおやつにね最適。麺が入ってるパターンとそうでないパターンがあるんですけど、どちらもあの絶品です。パクソ、パクソで検索かけても韓国の俳優しか出てこない。パクソ、パクソ、はい。本当にね、まあ週に2回3回とね、おやつ、既製品を買ってくるような感じなんですよね。いや、これはね、屋台飯なんですよ、実は。ああ、だからもうそこら中に屋台があったり、そこら中にあるんですね。オートバイでね、後ろに積んで走り回ってたりするんですけど、これがね絶品なんですよ。でしかもとってもチープ、だいたいね、だいたい100円から150円の間ですね。はい、兄貴がそこまでこだわる理由っていうのは何かあるんですか。まあどなたでもね、インドネシアの方どなたでもね、一番最初にできる商売的なこうニュアンスというかイメージの、あー、屋台飯で、だからちょっと頑張って独立を果たす人、まあみんなこんなところからスタートを切られるんじゃないかな。からスタートして、はい、だからあの僕もその昔あったもんですから、日本でね、やっぱりあの頑張ってきたもんですから、だから応援してあげたいなっていうのはイメージもあって、そこもあるんだ、はい、だからあのもうあのしゃかりきに食ってますね。大体だけど日本って世界中の美味しい料理が流行るんだけど、はい、バクソは俺まだ流行ってないわ。あ、これからこれからね、先輩来ますよ。これからじゃないですかね。まだまだ知られてないだけじゃないですかね。はい、はい、これから来ます。結構ね、そのなんていうんですか、あのこれ太りそうに見えて太らない。ヘルシーフード、ヘルシーフード、ヘルシーですよ、これは。あのこのバクソすごいのは、はいはいはい、ね、頭の先から爪の先まで砕いてミートになってるんですよ。信じられない。ね、トサカとか骨とか、あ、もう全部です、全部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 すり身になって、こうしかもいいのが石臼的なね、こうガリ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 ってやるんですよ。ケイ素とか亜鉛とかいろんなミネラルがたっぷり含まれてるんですよね。なるほど、骨までいってるってこと。はいはい、作るの見たら苦手になるかもしれないですよ。でも、ね、お店で食べる。おー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 、このえげつない感じになってんの、このギャップがいいんです。ギャップが我々ね、やっぱり最近その全体食意外と食べてるよ、食べてないじゃないですか。初めて聞いた全体食っていう言葉があるんですね。あります、あります。全体ですよね、はい、お、全部丸ごと、はい、なんだろう、素材一個丸ごと食べちゃうぞみたいなことですよね。はい、はい、でこれを例えばじゃあね、あの、まあ、焼き鳥とかね、うんうん、あ、焼肉的なイメージを持ってしたら全体食って難しいじゃないですか、やっぱり。だけどミンチとか、はい、うん、そういうふうにしたら随分食べやすくなるんですよね。焼肉なんていうのは部分食ですもんね。はい、部分を食べていく。そう、もちろんミノとかレバーとかいろいろあるけれども、全部食べよう思ったらお腹はち切れ飛ぶじゃないですか。はいはいはい、うん、でもね、これはね、本当素晴らしいね、あのインドネシアにね、習慣的に残る全体食ですよ。それ守ってることで健康健全はキープされるだろうなんてね、イメージがあります。なるほど。無駄がない、だからもったいないという感情がね、あ、やっぱりその食べ物にないもんだからありがたいなっていうね、はい、それが100円から150円ってものすごいありがたいじゃないですか。それ兄貴がまたね、大富豪の兄貴が食べてるのがまたなんかね、感慨深いですけど、いや、バッチリバッチリ、意外性バッチリでしょ。うん、すごいすごいね、バクソ初めて聞いた。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では続いて、はい、博士、あなたの普段飯のこだわりを教えてください。はい、うどんです。こうよく
蕎麦派うどん派とか言うじゃないですか、うん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 、僕は圧倒的にうどん派なんですよね。関西で生まれたっていうのも大きいでしょうね。岡山ですからもう讃岐のすぐそばで、文化圏としてはもううどんをものすごく食べるんですよね。で今僕が住んでる高円寺に、はい、東日本のうどん屋で最もうまいお店がすぐ家の近くにあるんですよ。なぜ世界で最もうまいっていうかっていうと、あのミシュラン5年連続三つ星取ってるんですよ。だから日本に唯一ですね。ミシュランですか。三つ星は違うかも、星取ってるってことですね。ミシュランミシュランの一つ、いやもう星取ってるうどん屋って言ったって。でも5年連続って唯一ですからね。あ、これですか。なんか随分茶色っぽい感じ。これはその中でも最近開発してるやつですね。これなんすか、トロロ的な。これサヌキ屋っていうね、お店なんですけど、全粉粉のあれですね、チーズだったと思いますね。チーズ、チーズなんだ。あ、ちょっと変化球な感じな。変化球だ。これはすごい変化球です。スードンでこのそのスープの透明度、まあそして出汁はものすごく味あります、うん、むしろこれを食べてもらって他のうどんとの違いをこう、全然違うって思ってほしいですね。まあシンプルにうまいですよ。うわこれ美味しそうだな。これはクリーム地鶏うどん、うまいですよ。ねえ、しのりさん美味しそうじゃない。これはちょっと美味しくないみたい、はい、嘘、何ダメだった。私あのうどん大ファンですよ。だから、うん、そうだよね、はい、うん、なんで美味しくないの。ソースやだですよ。うどん大丈夫、ソースやだ。うどんいいよね、うんうん、でも普通のパスタも別に白にさん平気でしょ。カルボナーラとか、うん、まあ大丈夫ですよ、はいはい、うん、うどんはうどんですよ、はい。ちょっとクリームソース入ってダメですよ。パスタだと思ってもらっていいです、うんうん、だからさっきのまいたけクリームうどんっていうのもあのパスタですよ、味としては、うんうんうん、味としてはパスタなんですね。そこも ひっくるめて評価されてるんですね。これなんかそうですよね。まあまいたけクリームうどん、うんうんうん、いやめっちゃ美味しそうだけどな。で俺自身のレシピで作っているうどんもあります。それなんか家でってことですか。違います、お店で出てます。博士レシピのお店で出てるのがあるんですか、あ、これですか。四国屋っていうところで、おいしそう、博士うどんっていうんですけど、へー、もうそのまま名前ついちゃってんだ。これね、キツネとタヌキの合わせに肉うどんを混ぜて、あの刻みネギは抜いてるんですよ。味がちょっと濁るから。で、ここの出汁がうまくて、本当に片口いわしから取った出汁なんですけど、めっちゃ澄んだ味がしてるんですよ。ちょっと見えないけど、下にキツネが入ってる。そうですね。ええ。ねえ、しのりさん、これは美味しいんじゃない、さすがに。はい、それは美味しいですよ。はい。これは OK。でも、Uber Eats できますか、そのところ。Uber Eats やってるけど、海外までは行かないね。四国屋って都内で一番古いさぬきうどん屋なんですよ。ああ、そうなんだ。最初屋台だったのが、店舗になって、で先代からご長男が継いで、妹さんが分家して、その妹さんの味の方が本家の味なんです、もともと。で、妹さんの方の四国屋で俺がこの味を作ってるんです。作ってくばってるって感じです。はい、ありがとうございます、はい、では続いて兄貴、はい、あなたの普段飯、そのこだわりを教えてください。はい、はい、バビグリーンって言ってね、あのきちっと取材させていただいてきましたんで、ぜひね VTR ご覧いただきたい。の映像見たいですね。はい、はい、はい、バビグリーン、おー、あー、ほんと屋台の感じですね。おー、わー、これ皆さん、これがバビグリーン、バビグリーン。まずポイントから申し上げると、色きれい。いつどこの店に行ってもまあまあ 90% の確率で皿が黄ばんでる。
睨んでますから、ね、これぐらい、ね、歴史ありますせのからの売れてますせっていうね、こういうこれがほら激辛のほらこれもどれぐらい辛いか言うたらもうメソポタミア、はい、このお野菜が意外とこうたっぷりで、でこれいろんなねこう何ですか、これココナッツとかねいろんなも入ってるんですよ、これお野菜が。でここにもお野菜とかね根菜がふんだんに奢られてて、ね、もう生姜ニンニクは当たり前ね、俺ウクロンから何から色も入ってて、でしかもちゃんと唐揚げもある、これ豚の丸焼きですから、もちろんこの皮カッチカチ、ここ音聞いてください、カッチカチ、これカッチカチがどれぐらい強烈にうまいか言ったら北京ダックの5倍すごいすごいこれはサテバビ焼き鳥の豚バージョン、やわらか硬いのと柔らかい、これがオリナス最強コラボレーション、これすごいぞ、これブラックレッドって言うんですね、これは実は豚の鮮血 G なんですよ、 G ざっくりざっくりカラードイタリアン、この辛いのをまぶすんですよ、もうプロはうまいことこうね、こんな感じ、ほらいいでしょ、生姜からウコンからねレモングラスからね、ありとあらゆるものが溶け込んで、あっさり豚骨いってみましょう、エッジのうまそうだな、かけてみますんですよね、こう言って。びっくり。ああ。これをかけちゃう。サクサク、サクサク、ね、サクサク、ほら、サクサク。うわ、サクサク。はい。多分。びっくり。世界一です。本当にこれ。デリシャスの上の、あきれて。デリシャスの上の、あきれて。Very, very delicious. Max. Ah, good English, good English. いや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 。あれもね、実はね、ちょっとね、怖いかもしれないですけど、全体食なんですよ。実は。はい、スープ、プーに全部溶け込んでるんですよね。の皮が本当にパリパリして美味しくて、ね、で うっすらと背脂が乗っててたまんないですね、本当にお腹いっぱいに乗れて250円までですから、どこで食べても、はい、スペシャル、安いですね、やっぱり安い、体にも良さそう、あのね多分日本でね同じことをやろう思っただとしたら、まあいっぱいね多分ね1万6000円高思うわ、ちょっと一筋縄ではできないですよ、あれ僕もね見せてもらったことあるんですけどね、作り方の取材があって、まあできないですわ、あれ暑いしね、もうほんとね 手作業でね、ウコンからね昭和からニンニクから ウコンもすごい体に良さそうですもんね、肝臓にもいいし、薬膳料理に見えるのに、うん、色合いが派手でいいね、とっても美味しいです本当に、ね、ね、いやちょっとね早速俺今日日本のインドネシア料理検索して食べに行ってみよう、あのどの町にも必ずあります、そういう感じなんです、ね、はい、あのバリ島だけなんですけどね、あの、まあ、はいはいはい、イスラムなもんですから食べないんですよね豚を、だからバリ島だけはヒンドゥーなんで、ね、あの豚をほんとこよなく愛してますね、はい、バリ島だけ違うんだ、はい、バリ島の人はね大好きなんですよね豚料理が、うんうんうん、はい、わかりました、ありがとうございます。